皆様、大変お待たせいたしました。令和4年度弘前ねぷた祭り初日の開幕です。運行の先陣を切ってやってまいりましたのは弘前城水桜の皆さんです。第37代弘前城水桜グランプリ高橋美希さん、第37代弘前城水桜田村真子さん、第37代弘前城水桜松田萌実さんです。盛大な拍手でお迎えください。続きまして弘前ねぷた祭り主催弘前ねぷた祭り運営委員会の5団体です。弘前市桜田博弘前市長、今井隆弘前商工会議所会長、三上千春公益社団法人弘前観光コンベンション協会会長、熊谷隆公益社団法人弘前市物産協会会長、松山健一弘前ねぷた祭り合同運行安全会議会長です。
日の心意気です。元気いっぱいの運行をご覧ください。弘前ねぷた祭り小型列車天気を見てまいりましたのは須貝三協会です。掛け声
となっています。今年は弘前ねぷたが文献に登場してから300年ということで、弘前ねぷた300年祭です。弘前市役所ねぷた実行委員会、まずは弘前市の市長万次の舞灯籠から参りました。続いてまいりましたのが大型大喜利の弘前市役所ねぷた実行